原田貞田は、日本のチェロ奏者。東京都出身。東京区アルテット創設メンバー。兄は、版画家の原田嗣夫。イエール大学音楽学部教授。トロッシンゲン国立音楽大学教授を経て、上野学園大学音楽学部教授。1944年生まれ。NHK 公共楽団のチェリストを父に持ち、小さな頃に、畑とほうきでチェロを弾く。 父の真似をしていた。その後、父より手ほどきを受けた後、11歳から斉藤秀夫に、指示。1966年、東方学園大学卒業。第33回日本音楽コンクールチェロ、部門優勝、毎日芸術賞を室内楽部門で受賞。東京公共楽団の最年少主席チェリストを務めた後、渡米し、 アスペン室内オーケストラとナッシュビル交響楽団の主席奏者を務めた。その後、全学級秘小学生として、ジュリアード音楽院に入学し、クラウス・アダム、ロバートマン、ラファエル・ヒリアーに支持し室内学の研鑽を積んだ。1969年に東京区アルテットを結成。九百七十年にミュンヘン国際音楽コンクールで優勝を飾り世界に、名を馳せ、 その後30年にわたり活躍し、世界的な弦楽史重相談を築き上げた。1999年に30年間在籍した東京クアルテットを離れ、ソリストとしては順、メルクルの式で NHK 公共楽団、小沢誠二の式で新日本フィルハーモニー公共楽団などと共演。室内楽ではアルバンベルク弦楽史重相談、ジュリアード弦楽史重相談、 上海クアルテット、ジェシー・ノーマン、ピンカス・ズッカーマン、アイザック・スターン等と共演した。2001年より、ミト室内管弦楽団のメンバーを務める。その他、斎藤記念オーケストラに、定期的に出演。2004年に無事地合奏団のコンサートマスターである、フェデリコ・アゴスティーニや、アカデミカ四重奏団のジェームズ・クライツ、川崎洋介とアミーチ・クアルテットを結成。 アミーチクワルテットとして世界中で室内学講習会を続けるかたわら、更新の育成にも大きな情熱を注ぎ、小沢国際室内学アカデミー屋、滋賀、スイス国際室内学アカデミー、タングルウッド音楽祭室内学マスタークラス、北京室内学講習会等、数々の講習会や音楽祭で若い音楽家たちを指導している。2012年の東京、 春、音楽祭より3年間の計画で6回の演奏会を自ら企画し行うことを発表した。年齢的なこともあるし、いつまで弾けるかわからない。自分の歩んできた歴史もあるけれど、今回東京、春、音楽祭から演奏の機会をいただいてチャレンジしてみようということです。今まで演奏してきたものや、これはちょっとやってみたいなというものを混ぜながら、 プログラムを考えましたと話している。ありがとうございます。